はい。タイトルにある通り、えー、中山連頭の受験企画は、はい、終了です。終わりになりますので。えー、まあ、サブチャンでは出しているんですが、やはり見てくれてない人も多いので、毎日のように、まあ、どうなったんだとかですね、どうするんだっていうメッセージが届いているという感じです。まあ、別に企画終了しても、まあ、自分一人でね、受験続けてっていう話にはなっていたんですが、そういうことももう一切しません。一切追うこともなければ、一切手伝うこともありません。まあ、すべて恩をあだで返すということがよくわかりましたので、 まあ、どれだけ支援しても感謝の気持ちもなく、結局は悪く言うっていう感じで、まあ僕も含めね、まあ他の人にも迷惑がかかったんです。うちの動画もお蔵入りですし、他のチャンネルの動画もお蔵入りになっているという感じですね。彼がやったことに対しての対応に追われてるという感じです。いろいろな方が動いてくれていました。まあ結果的に勝手に配信をして、悪くいい。僕のチャンネルだけでなく、他の複数のチャンネルの企画もできないようになった。 っていう感じになります。多くの関係者に、まあ多大なるご迷惑をおかけしてしまいましたんで、えー、迷惑をかけた皆様ね、まあ彼が謝罪するとは思えないですが、謝罪させていただきたいと思います。お世話になってる人たちには迷惑をかけないようにしてくれというふうに言ったんですが、えー、結局は、 まあそうならなかったということで、まあこのまま続けても同じことが繰り返されるだろうという判断です。まあお願いとしては、やっぱり毎日どうなったんだっていうね、えー、コメント欄とかでも来るので、そういったものに対しては終わってるんだっていうのをですね、伝えてもらえればと思います。まあサブチャンだとやっぱり見てもらえなかったという状況なんで、はい、一応メインチャンネルで出すことになりましたが、 ま、これも見ない人いっぱいいると思いますので、はい。これで終わりだと思ってください。なんで、あの、悪口言ってますっていう DM ですね、いりませんので、もう、50通ぐらい来ましたからね、撮影中だったんですけどね、はい。まあ、これで本当におしまいですので、はい。もう、出ることはありませんので。ま、小方くんは、え、毎日10時間以上ちゃんと勉強していますので、今後のね、勉強ぶりを見てもらえればと思います。まあ、そんなに今ね、学力が高い状況ではありませんが、ま、ここからね、ぜひ勉強して頑張ってもらえればと思ってます。